今回はですねその人の社会的歴史的なつまり人間の根っこが大事なんだと主張されるルカーチ先生の話ですはいルカーチ・ジェルジュ先生はハンガリーの哲学者文芸批評家ですねルカーチ先生の父親は裕福なユダヤ人銀行家だったんですねそしてルカーチ先生が10代半ばの時に 上流ユダヤ人資本家の関連に従って貴族の称号を獲得したっていうんですね。ルカーチ先生はそのことも含めハンガリーの多くの文化に反発したと言われてます。それでは早速ですが今回は民族性、ドイツ的、トーマスマン、生命などの話をさせていただきます。それではまず民族性についてです。先生はこのように考えられてました。 一国民の現在の社会構造を問題にするにせよ。過去の発展を問題にするにせよ。その国民を統一的な統一体とみなすことほど思想にとっても行動にとっても誤った危険なことはないって言われてたんですね。ということで先生はですね、例えば日本に生まれたと言っても縄文時代の日本人と平安時代の日本人と江戸時代の日本人と現代の日本人,日本人は全然違うだろうって言ってるんですね。 文化の本質的、特にドイツの古い文化の本質は本質的に何一つ変わらなかったという主張を誤った極端な立場と断定するってわけですね。でも先生は「ドイツ的」っていう言葉を使うこともあるんですよ。それはこういう意味でなんですけどね。 ドイツ古典主義者の根本的態度は疑いもなく有意味的で静観的である。しかし第一にこの有意味主義はこの国の貧困に基づくゆえに典型的にドイツ的な大きな悲劇の結果であるって言われるんですね。有意味的っていうのは人間にとって最も価値のあるものは美であるとする考え方ですね。ここで先生が言わんとされていることは、ドイツ的ということがすなわち貧困っていうことなんですけど、 何が貧困なのかというとですね、政治的な貧困のことを指してるんですよ。つまり、封建諸行の分立というドイツの政治的更新性が何よりもドイツ的だと表現されてるんですよ。続きまして、トーマス・マンです。この人はですね、第一次世界大戦の時に、やれやれって戦争を煽りまくったんですよ。でもですね、ドイツの敗戦後は、 ミスター民主主義で反戦主義に早変わりしてるんですよ。その変わり身の速さたるや、そのポジションチェンジの速さたるや、あの井上直也でも真似できないですよ。そんなトーマスマンについて先生はこのように批評するんですよ。世間の鏡であり同時にドイツ市民の良心だって言うんですね。もちろん当てこすりでしょう。そしてこう続けます。 矛盾は明白だ。詩人が両親の具現として現れるところ、そこに本来の素朴は使用される。両親の実情は生命への力であることは、存在と遠い、現象と本質の、見学の表明であり承認であるが、使用とは、あるものを否定しつつも全面的に捨て去るのではなく、積極的な要素を保存し、より高い段階で活かすことですね。遠いとは、 あるべ見覚というのはかけ離れていることですつまりトーマス・マンが良心派の代表として現れ存在と遠い現象と本質がかけ離れていると表明しているが本当かっていうことなんですね我々はそれによってシラーの感傷的詩人へ現実と理想の割目へ戻ってきたのだろうが それによって偉大な女子史の素朴な現実主義は使用されたのだろうか我々はそうは思わない。なぜなら、当意は、カントやシラの大部分のように、物体とは無関係に全く別様な性質の現実に対抗しはしないからなのだって言われるんですね。つまり、当意、こうあるべきこと、理想ですね。というのは、物体とは無関係なものに対抗はしないって言ってるんですね。つまり、 遠い、こうあるべきこと、理想というものは、物体、現実、存在と対抗していると主張されてるんですね。それは、ヘーゲル流に、現象と本質の矛盾に満ちた同一性から発言する。良心はそこで単なる警告なのである、って言われるんですね。ということは、遠いとか理想というものは、現実と本質の矛盾に満ちた同一性から生まれる、って言われてるんですね。そして、 良心というのは、詩人の素朴さや感傷的なものなのではなく、人間へ向けられた警告であるということですね。難があるところのものになれ、本質的であれ、内界や外界の煩わしい影響に屈せず、核心や真髄として難のうちに常に活発に活動し存在するものを啓発せよ。先生はこれが良心であり、警告であると考えられていました。 それでは最後に、先生は生命についてこのように考えられていました。精神や芸術に永遠の対立として向かい合う生命は、血生臭い偉大さとか荒々しい美しさとかいう幻影として、つまり異常なものとして、我々異常なものたちの目に映じているのではありません、って言われるんですね。 ただ尋常な端正な優しいものこそは我々の同型の国土であり誘惑的に平凡な姿をした人生なのですって言われるんですねつまり先生にとって生命現象の本質は何気ない日常的な平凡な姿をした人生そのものであったっていうことなんですねうどうなんでしょうということで今回はルカーチ・ジョルジュ先生の「 民族良心、生命などの話でしたありがとうございました。それではまた次回でお会いしましょう。さようなら。